ありましたらちょっと出してください。はい、すいません。奥さん譲ってますね。はい、これでも生え始めてきてるとか。そうなんです、生え始めたんですよ。優しい。ピーちゃんどうするんですか。誰誰、ない方だ。レントゲン今日も含む。あちらのところで一回見ますね。36まではいい。先にレントゲンの方がいいですか。うん、先にレントゲンにして。じゃあ、あ、じゃあすごいね、2グラム増えてる。お家で増えてる。はい。今朝は、はい、35ありますね、はい、一緒だよね。多い時37なので、昨日37。おお、素晴らしい。そうか、この間もそうだけど、この子いっぱい入ってますね、この時間帯でも。食べるのよく食べてるね。7割ぐらい。この間から6割って言ったけど、今日7割ぐらい。ちょっと小さいんだけど、そっちにしたら。そんなに入ってるけど、まあ、ギリギリかな。この骨の、両横の筋肉がね、まあ、決して多いとは言えないね。はいはい、ただ、ちょっと私、記憶が定かじゃないけど、こんな鯉の防御って言うんだけど、こんなに生えてましたっけね。いや、もうツルツルです。ツルツルですよね。はい、すごい生えてますね。この間やったので、抗生症状だけだもんね。はい、わかりました。で、うんちの数、うんちの数、こんな景色、これ何時間で？いつも、うん、何時間だ？朝、5時、5時半ぐらいに帰るか、それは夜ですね、夜な、夜なので、その後から6時、夕方6時ぐらいまでの間ので、うん、何時間での話？これ24時間じゃないですよね。あ、違う。あ、24時間。今20、合計すると24時間、ね。20ですか。27、20、19。包丁はしてない。してもちょっと遊んですぐ入っちゃいますね。あ、自分から1時間もない。ないです。本当に何分ぐらい、まあ、日によって違うでしょうけど、もう今は本当に5分、10分出て、それぐらいで。じゃあほとんどこれ鳥かごだから ね。じゃあうんちはそんな少ないの。だって今ここでさ、今してますよね。してますよね。ほんで何個で数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9って数えますよね、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ここにはもう一個かぶって、あ、こっちやっぱり9ですよね。一応ピーちゃん、4方向取ればいい。うん、そうです。普通の、わかりました。じゃあ一回ね、ちょっとこの子ね、はい、いろんな問題がありそうなんで、はい、あの元気そうだから、レントゲン取りますね。はい、ただこのうんちの数は少ないよね、どう考えても。そういう損ないはないのかな。ないですね。でもこれが9だもんね。一緒ですよね。なるほど。わかりました。じゃあね、ちょっと今レントゲン別のこと取ってるんで、その子が終わって準備ができたらお呼びしますんで、はい、ちょっと待ち合いで撮ってもらっていいですか。はい、でこの場で現像しますんで、はい、ちょっと現像する時間もくださいね。はいはい、大丈夫そう時間。あ、大丈夫。